松井江戸ボルキュー振る右さあ流れいった来いとノーファイト我々のフロートに買っちゃったりとか、そう、ね、飛び込んでいった。松井江戸ボルキュー振る右。赤いレーンを使って勝者江戸ボルキュー選手です。延長戦の結果判定5対0で江戸ボルキューが勝利したということになりました。マーキーQ州最強の男松井健。汚名返上へ喧嘩自慢松井健。1万円相当が贈呈されます。さらに B ベット様より B ベット内で使える10万円分のクレジットが贈呈されます。PTR 様をもちまして松井板谷勝者です。判定3対0で松井板谷勝利ということになりました。さあ、牧板谷か松井健か、ヘビー級の一戦1分間、どちらが先に手を出していくか。画面右下のアタック数を皆さん注目をしてください。少し見合う形か松井健。もっと前に出た方がいいですね。そうですよね、大沢さん、松井としては距離縮めたいですよね。松井選手のいいところってこう中入ってパンチ振りますところだと思うんでね。さあ、前に出始めた。いいですね、松井選手は今の続けたいですね。ああそうですね。ただ牧板谷もパワー一撃は持っています。ここまではアタック数13発は牧板谷、松井健は7発。さあ流れいった来いとノーガードで殴り合い。さあノーガードの喧嘩マッチになった。どちらが立ち続けるか。いやーすごい。いやそうですね、ノーガードで。そうですね、粗品さんガードしませんね、両者ね。いや面白いですね、ここで1分間が終了しました。ちょっとクソガキやけど喧嘩してもらえたら。お前生意気やろ。お前できるか。お前どっち系できんのか。こらおやっちゃおう。おもろいんけ。お前どうせ多分どっち名前が知れとうけ誰も喧嘩売り切らんと思うんですよ。すまだお願いします。このガキサップ的には松井君でいいの。ああいや、おもろい喧嘩するもんな。お前のおやってこう。やったらこら付き合いしような。ありがとうございます。